イケメンがプールで泳いでる気がするんだけど。Excuse me? Is there not? みなさん、こんにちは。緒方咲希です。今日は、なんと、引っ越ししました。っていうか、これが私の人生初めての一人暮らし。あんにゃんにゃん。マイマイ。本当に不安と楽しみが入り混じってて、いや、正直めっちゃ楽しい。で、トントン。申し訳ございません。こんな感じで今ね、荷物だけ置いてるんで、本当に何もなくて、この部屋なんですけど、ちょっといろいろ紹介していきたいなと思います。で、なんかこの部屋内見来た時に、私本当に急いでたんですよ。家がなさすぎて早く決めないとみたいな、もうこのままずっとお友達の家に居候してた、ホームレスどうしよう、何も決めずにここにしますって結構言っちゃった感じがすごくって、よろしくお願い。そうなんで、今からちょっと私と一緒にね、ルームツアー、ルームツアーじゃない、ルームツアーはまた別の動画でね、ちゃんと可愛くしてからやりたいんだけど、私と一緒にいろいろ見ていけたらなと思います。今着いたばっかりなんで、結構自慢みたいな感じ。本当にもう一人暮らしが嬉しくて、一刻も早く見せたいとのことですので、よろしくお願いします。受けたまわりました。で、まずこんな感じでドア入ってきて、右手に物置みたいなのがあって、結構大きくて、服入れとか、あとなんかあそこに勉強机があるんですけど、これさ、ここに勉強机あってさ、上にハンガーあったらどうやって勉強すんの？結構ここ不満ポイント1なんですけど、ちゃんと日本からクロミちゃんも持ってきたんで、一緒に一人暮らし、てか二人暮らししていけたらなと思うんですけど、こうやって入って、左にはダサいベッドがあります。これ不満ポイント2。このシーツがクソダサいね。枕カバーもクソ、まあ、IKEA かどっかに行ってね、もうちょっと可愛くできると思うんで、伸びしろありありでございます。で、ここの壁とかにも日本から持ってきた写真とか、あとはアートとか買って飾りたいなとか思ってます。はい。で、次にこっちに収納があって、ベッドがあって、ここが一番のお気に入りポイントなんですけど、こんな感じでなんか使えるプールとかジャグジーとかいろいろ施設があるみたいで、何があるとか全然まだ分かんないんですけど、自分のこのベランダもあるんですよ。で、なんか絶対さ、一人暮らしってやむんよ。だからもう窓のあるベランダのあるマスタールームっていう部屋にしました。家とかで仕事するんで、私の作戦というか意気込みとしては、ちょっと高いところに住んで頑張っていこうっていう感じ。よろしくお願いします。でもさ、本当に払えなかったら笑えないよね。死ぬ。で、こっちの左側に行ったら、こんな感じでバスルームがあります。お風呂とトイレと、あと洗面台が一緒のお部屋です。で、洗面所に結構大きめの窓があるんで、緑があるとちょっとまあストレスフルにならないかなと思って選びました。なんかここでさ、いろいろ YouTube とか撮っていきたいですね。で、トイレがあって、お風呂場があります。で、このお風呂場さ、使ってた感あって汚いんで、これも大掃除しないといけないのと、これがシャワー、これどうやって出すの？おわ、出た。ゆるい。嬉しいです。ここもちゃんと掃除して綺麗に使えるようにしたいのと、カナダは基本か分かんないけど、家賃に光熱費とか水道代、光熱費って何か分かんないんですけど、水道代って光熱費ですか？分かんないんですけど、水道代とか込みなので、毎日ね、お風呂を浸かりたいと思ってバスタブがあるのいいなって思います。これ IKEA で買ったプラント、ちょっと置いただけなんですけど、で、なんか本当に家賃が高くて、マジでありえない、都心じゃないところも家がないみたいな感じで、内見行きたいですっていうのすら連絡つかないみたいなのが多くて、やっと連絡ついたのが3つ。なんか1つは家族プラス私みたいな、キッチンバスルーム共有みたいな感じだったから、そこちょっとうーんって感じだったんですけど、あともう1個が連絡ついたのに、家見に行ったらセブンイレブンだったんですよ、住所が。えみたいな、セブンイレブンみたいな。一緒に探してくれた、なんか男の人が、なんかまあ、ナンパしてきて、その時になんか一緒に探してくれたんですよ。ここの家に行きたいんですけど、なんか知ってますかって言ったら、ちょ、一緒に探してあげるねみたいな言われて、ここセブン入れだよねみたいになって、で、その人が言うには、危ない犯罪系の方と連絡を取っていたかもしれないということで、もう怖すぎて、即家帰ったよね。
で3個目に来たのがこの家なんですけど、マスタールームでキッチンだけシェアっていうのと、ストレスにならないかなと思ってこの部屋を選びました。あ、はよー。で本当にやらないといけないことがいっぱいあって、今日も1時間しか寝てないんですよ。忙しいアピ。とりあえずこの家に住みます。初めての一人暮らし、イエーイ。めっちゃ楽しい。で楽しいのってさ、これ1週間だけとかじゃないよね。寂しくなるかな、やっぱり。てかニキビやばくね。やばい。初めての自分の家の鍵。鍵についてるのがさ、これとこれやった。もちろんクロミちゃんに変えました。かわいい。気のせいかもしれないけど、あのイケメンがプールで泳いでる気がするんだけど。あ、やばい、しちゃった。あ、先にはイケメンはダメってことですか。スーパー行きます。やばい、何がいいか全然わかんないんだけど、シャンプーって何がいいの。知識がなさすぎて全然わからへん。日本の商品とか中国の商品とかが置いてるスーパーが家の近くにあって、絶対そうめんあるよね。そうめん探したいんだけど。これどうやって食べるみたいな食材が多すぎて、なんかいろいろ挑戦して作ってみたいとか思ってるけど、最初だけこういうのって一人暮らしあるある。今納豆ご飯が食べたすぎてやばいんで、ちょっと納豆あるか探してます。え、納豆食べたい、やばい。え、まず日本で納豆ってどういうとこに置いてるっけ、それすらわからんねんけど。なんか冷蔵庫のとこに置いてるっけ納豆って。やばいわ、さっき本当に納豆ってどこ置いてんの。もう一人暮らしやめそう。やばいんですけど、ありえない。長くは持たない。 Excuse me? Is there natto? Natto? Natto is the Japanese bean. Oh, it would be like in the room. Ah, okay. Thank you. Oh, 重たすぎる。やばい。買ってきました。今までこんなに自分が誇らしかったことはないです、本当に。超ヘルシー生活にするために卵、プロテインね、鶏肉の食べ方とか全然わかんない。トマト、キウイ、これは完食用。なんと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 、今日の収穫、大物捕獲1、そうめん、大物捕獲2、納豆、これ一番でかいっす。あとなんかパックがよくわかんないのしかなくて、この日本語のこれを選んだんだけど、これいいかわかんない。あと豆腐ね、綿棒、これも日本語だったからこれにした。で、ボディーソープ、これも日本で、歯磨き粉も日本の。でなんか眉毛ブロー。でもさ、こんなさ、よくわからんとか言ったらあれやけどさ、これ どこのブランドみたいな。キャンメイクでもセザンヌでもない眉毛ペンシル、めっちゃ高かったんやけど、2000円いかんぐらいやってんけど。ハイブラ買えるやん。でシャンプーとリンスは本当に私こだわりがなさすぎて、てか美容の知識がなさすぎて、多分こんな肌なんですけど、もうね一番安いやつにした。髪の毛キシキシになるかもしれない。よし、ってな感じで。ちんちょちゃれっそ。最近や。ちんちょちゃれっそ。Fuck being good, I'm a bad bitch. I'm sick of. IKEA で買ったこのクッション。
お疲れ様です。はい、てな感じで今日は引っ越しと足りないものを最低限生活できるようにして、まだ全然お部屋が満足いってないので、もっとこれから可愛くしていきます。また可愛くできたらルームツアーもするんで、よろしくお願いします。ということで皆さん、今日も見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。